が出ていますね。はい、こちらはグラハム・トーマスです。グラハム・トーマスちゃんね、まだここがね誘引できてないんですね。これから頑張ろうと思います。種で咲いた雲南桜草、じゃあ普通の桜草、そしてこちらですね、ノースポール、もう次々咲き出しましたのにまだできておりません。頑張ろうと思います。こちらのグズグズの麻ひもですね、これをね1回ずつね箱の中に入れて私は誘引していたんですけど、もうちょっとこう絡んじゃって取りにくくなりました。でところがこの間ね動画で箱庭チャンネルさんですねの方がポケットからね実はこの誘引の紐を出されてて、とてもね効率よくされてたんです。私はこのリュックサックに入れて肩から紐を出そうと思います。はい、こんな風に出てとってもなんかいい感じです。これをおんぶして誘引しようと思います。ちょっとここ足りないですね。よいしょ、これですね。この子これをどっかに引っ付けようと思います。この子からここに引っ付けていこうと思います。とりあえずこのアハチの空間を埋めていこうと思います。この辺にこうねくくりたいと思います。ここに結ぶことができました。これは切ります。切るとき本来ならねこれをこうピーッとこう伸ばしてそして切るんですけれど、はい、片手でねスマホ持ってるんでとってもピンと伸ばすことできません。こうやってグニッとなりますね。とスマホを外して切ることにします。ピンと伸ばしてパチッて切ります。あれ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 、私のやり方ここを2回回してそして中に入れます。こちらですね、これを向こうから通してこの中に入れますね。中から通して輪っかを中に入れます。中に入れたら一度ここまでキュッと締めます。片手は難しいです。キュッとね、キュッと締めますね。そしてここをもう一回グリーンと入れてこの中に入れます。この中ですね。そして下ですね、これをギュッと下に引っ張ります。引っ張ればね結構締まるんですね、こんな風に。はい、そこでここパツッと切ります。これなんですけどね結構1年持つんですよね。はい、これは去年したのかな。ここは変更ないんでこのままにしてます。はい、こちらの方も誘引していこうと思います。だいぶ風がきつくなってきました。こちらに葉っぱがついてるの、全部取ってこう倒して締めます。もうねちょっとね焼けくそですね。このね脚立に登ってますのでね、はい、手の届く範囲、できるだけ、ね、引っ張ってきて空間を埋めるという作戦ですね。この辺ね、例えばこの空間、ここに埋めるという作戦に切り替えます。一つずつ丁寧にするのはもうね、難しいですね。ある程度のものはもう諦めて、これでは切ってしまうということで、新しい枝だけで空間に埋めるという作戦に変更します。埋める作戦で枝同士も結びつけてしまいました。できてきました。
だいぶね空間を埋めることができましたよ。一部ね向こうはまた脚立の位置を変えてしなければならないみたいですね。こんな感じです。今遅咲き品種のフロレンティーナです。でフロレンティーナね年々大きくなりまして、去年ここのアーチまでだったんですけど、ずっとね今年増やした向こうのアーチまで行くようになりました。少しずつ年末じゃなくて年明けから頑張ってたんですけれどですね、もう一部はそこにね葉っぱがありますね。はい、あの子を切って誘引しようと思います。広々と、はい、フロレンティーナちゃんすごいですよ。毒性強いですからね、どんどん増えてきます。でこの枝結構太いんですよね。ずっとこっち来てるでしょう。こちらのね新設したアーチにも来てるんですよね。でここはもうアーチのこの間がないので、アーチとアーチの間がないんで枝同士くくりつけてます。こちらこちらもねできるだけこう低くしてくぐらして、結構アーチの高さ高いですから下に持ってきてくくろうと思います。アーチのこう下ですね、下にこうくくりつけました。ここでね、くくりつけたところで切って、葉っぱも取っていって先端を切ります。こんな感じにね、すっきりしました。午後になってしまいました。すごいですね。6度も下がっています。寒くなりました。でもね、もう少しあれがあるんですよね。はい、頑張っていこうと思います。そう、こっちに登っていきます。よいしょ、近づけてと、よいしょ、登りますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、じいってこの花壇に登ります。よいしょ、はい、登りました。これですね、この子が、長い子、この子をなんとかこう倒してこようと思います。ちょっとあれなんとかならない、あっちに引っかかっちゃってる。あーあー、あれ取らないといけないな。こういうことってあるんですよね。はい、やり直しです。なのでやり直しでこれを倒していきます。この子をこっちへこっちへ倒して、この空間に持ってこようと思います。この枝のここですね、太い枝にくくりつけました。こちらを向こうの、構造物に誘引していこうと思います。こんな風にくくってきました。一本ねこういう風に遊んでしまったんですけれど、結構ね密になってしまいましたね。あの辺はねどっちが細いか検討して、剪定を入れていこうと思います。葉っぱは取りますね。こういったところね細い枝、これなんか切った方がいいですよね。こういったのを切っていこうと思います。だいたいね誘引が終わったので、あまり細い枝は切っていこうかなと思っています。はい、切りました。でね、こっちこう垂れてるでしょ。垂れてるとこっからピュッとね咲いてくれるんじゃないかなとね思っちゃうんですよね。なかなかね難しいですね。これは切ろうかな。これはこんな子は切っていこうと思います。ちょぴんとこうね出てる子、これはねいい枝にならないので、この控えの芽が多分ここがね伸びてくるんで、これは切ろうと思います。
これで一応グラハム・トーマスの誘引は終わりました。ですね、ここ結局ここはですね、こんな風にこうフリーになったままなんですよね。切ればいいんでしょうけど、小心者なのでこの辺容器はなかったです。はい、グラハム・トーマスの誘引こんな風にできました。はい、中から見てみますね。おっとっと、はい、こんな風です。グラハム・トーマスの誘引、向こうから来てるのあれはフロレンティーナです。向こうから来てるのはフロレンティーナです。フロレンティーナはこちらに来ている子だけではなくて、はい、こちらのね、向こうのアーチに一部行っている子だけではなくてね、実はこちらずっと向こうのね、元テントがあったところにも一部誘引をしています。ご覧いただけるでしょうか。ちょっとね、長いのが見えると思うんですけど、こちらですね、これが向こうのテントに一部行っています。すごい女性ですね。どんな風になるでしょうか。フロレンティーナはずっとこうですね、こんな風に伸びています。これ何年、5年ぐらいですかね、うちへ来て。ハム・トーマスはこんな感じですね。ぐるっと低い位置から誘引して立ち上げています。こんな風です。そうですね、内側はこちらからも誘引しています。1つ2つ3つ4つ5つ6つね、こちらアーチをつけていますけれど、そちらにグラハム・トーマスとそしてフロレンティーナですねが覆う形になっています。フロレンティーナはこちらですね、ずっとこちらの、元テントがあったところですね、の枠のところに来ています。このフロレンティーナぐーっと回ってくるくるっと回ってこちらですね、こちらのアーチにも来ています。ここまでですね、こう2つ越えてきています。何メートル伸びてるんでしょうかね。下から行ったら3メートルぐらい、4メートル5メートルぐらいかな。かなり伸びてますよね、フロレンティーナ。ここからですからね、この下から。